お散歩終了ホテルも会場も広くていろんなものがあって楽しかったなあれ鍵がかかってるあ、そっかドアを閉めたら鍵が勝手にかかるやつだ部屋の鍵、部屋の鍵はわベッドの上に置いたままだまあ、いっかもう一回散歩行ってこようっと ここ広いからまだまだ見て回るところはたくさんあるもんね。ふぅ、たっくさん歩いたな。面白かった。あれれなんだかふわっとしてきちゃったな。そこのソファーでちょっと休憩してこうっと。んあなた、ハピアラのアイモとリンク どうしたのこんなところで。えあロンドの椿ちゃんつ、つばきちゃん私、一応年上。まあ、いいわ。どうせ悪気はないんだろうから。それよりどうしたの顔色、悪いんじゃないえ、そうかな私、元気いっぱいだよ。 ちょっと会場をいろいろ散歩してきて、なんだか体がふわーってして不思議な気持ちなんだけどね。散歩なんでまたなんでって、えー、っと、部屋に鍵を置いたまま外に出たんだけど。ああ、締め出されたのね。それ、フロントに言えば対応してくれるわよ。へえー、そうなんだ。 じゃあね。あれで行っちゃった。どうしたのかなうん。なんだかだんだんぼんやりしてきて、体に力が入んないよ。うっび,び、び、びっくりした。つ、椿ちゃんだから、私は同級生じゃ。は <laughs> まあいいわ。 それよりこれ、スポーツドリンクを買ってきたから飲みなさい。え、なんではぁ、あ。あなた、熱中症になりかけていたのよ。そのまま放っておいたら倒れるかもしれないから、早く水分補給と、あと、できたら早く部屋に戻って、濡れタオルで額や脇の下を冷やしなさい。そうなのそうなのって、あなたもパフォーマーでしょ だったら、自分のコンディションにはもっと注意しないと。ありがとうつばきちゃんって優しいねながだ、だからあなたたちってずるいのよ。あなたたちたちって、私と誰なのいい、いいから、早く部屋に戻って安静にしてなさいはーい でも、あんなにまっすぐ感謝の気持ちをぶつけてくるとか、反則なのよね。<laughs> ああいうところは叶なわないわね、本当に。